こちらザックス。ザックス、順調か？アンジール、どうなってるんだ？シンダの兵士が敵だなんて。奴らは偽装した右隊兵だ。さあ、次は上の広場へ向かえ。8番街の方だね。ああ。だが、それにはまず、駅の突破が必要だ。突破だって？すぐにわかる。気を抜くなよ。暴れていいんだよね。ほどほどにな。じゃあ遠慮なく。アクティベイティングコンバットモード。楽勝楽勝。これはファーストも近いね。ホーム奥の上り階段から広場に向かえ。了解。敵に後ろを見せるとは、よほどの自信家か愚か者だ。どうして くそ、俺も英雄になるんだ。終わりだ。
さすがアンジル。訓練中止。なんで？マジかよ。これからが俺の見せ場なんだぞ。ザックス。夢を持て。ああ、英雄になりたければ夢を持つんだ。そして誇りも。うん。ザックス、ずいぶんイラついてんのな。当たり前だろ。訓練ばっかりで現場はなし。俺干されたのかって話だ。最近忙しいんだろ。みんな留守だもんな。え、留守ってお前知らないのか。ソルジャーの大量脱走事件。ファーストの一人がいなくなったんだ。ウータイの現場からセカンドとサードごっそり連れてさ。目的動機何も分かってないらしい。ソルジャーたちが失踪したせいでお前の訓練も中止になったんだぜ。おっと、ファースト様だ。ザックス、仕事だ。おお、ありがたい。久々の実戦任務だな。ああ、お前が主役だ。やった。ラザード統括のところへ来い。詳細の説明がある。ザックス、こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。よろしく。早速だが、ソルジャークラスファーストジェネシス、一月前ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな。全然。我々の作戦は中断したままだ。君に言ってもらうことにする。て、ウータイ。ああ、この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいた。アンジール、大好きだ。アンジールばっか。俺に恥をかかせるなよ。準備が整い次第すぐに出発だ。ウータイに到着後はそのまま作戦に入る。戦闘や任務に関してわからないことがあればあいつに教えてもらえ。よう、ザックス。何でも教えてやるから任せてくれ。まず何はなくとも戦闘だよな。トレーニングで分かっているとは思うけど、基本的なことをまとめてメールしておいた。ちょっと読んでみろよ。
メール読んだか？どうよ。ま、一度じゃ覚えられないと思うけど。そんなことないって。ま、必要な時に読めばいいさ。それとさっきのトレーニングで使ったマテリアは回収させてもらった。強力なマテリアは自分で手に入れる。それがソルジャーの鉄則だ。あとミッションも重要だぞ。シンラカンパニーが提供する市民サービスのことを俺たちはミッションと呼んでいる。ミッションを受けるにはまずミッションボードに情報を登録する必要があるんだ。登録すれば携帯端末でミッションを確認できるようになる。早速登録方法を教えるからついてこいよ。せっかく登録したんだから腕鳴らしに行ってこいよ。あ、そうだね。行ってみるか。セーブポイントはあっちだ。戦いや何かで不安なことがあればチュートリアルメールで確認するといい。時間がありません。お疲れさん。ミッションクリアだな。楽勝すぎてあくびが出るぜ。さすがザックス。ウータイでの活躍期待してるぞ。おっと、大事なことを忘れてた。地球ポットの説明がまだだよな。この中には何かと役に立つアイテムが入ってるんだ。ソルジャーへの支給品ってわけだ。せっかくの支給品だから任務へ行く前にチェックした方がいい。さて今日は何が入ってるかな。よし、出撃の準備が整ったみたいだな。最後にメールについて教えとくよ。今お前の携帯端末にメールを送った。ラザード統括のありがたいお話やニュースなんかが配信されるからこまめにチェックした方がいい。それに仲良くなったやつからもメールが来るかもしれない。よし。女の子からのメールばかりチェックしてちゃダメだぞ。え、ま、だいたいそんなとこだ。そろそろ出発の時間だな。アンジールと一緒なんだろ。ああ、いろいろありがとな。
時間がありません。ウータイに出発する時間だ。準備はできた？私も現場に同行する。期待しているよ。はところで君の夢はファーストになるかな？いや、英雄になることです。そうか、叶いそうにないいい夢だ。で、もしもし。ここをまっすぐ行けばタンブリン砦だ。急ぐぞ。 B 隊は作戦区域で待機している。そこの二人、何者だ？俺に任せとけって。アクティベイティングコンバットモード。おっしゃー、よし、次。焦るな、ザックス。無理無理。統括もどっかで見てるんだろ。とにかく活躍しないとな。ザックス、バカリンゴを知ってるか？なんだよそれ。なんと、バカリンゴを知らないとは。これじゃファースト昇進は無理だな。ちょ、待て。なんだよ、バカリンゴって。アクティベイティングコンバットモード。バカリンゴってなんだよ。正式名称バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節に身をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ、立派な泥棒だ。貧しさゆえだ。言い訳だ。しかし、そんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。誇りというのは厄介なものだ。で、ファースト昇進とどういう関係が？知っておいて損はない。関係ないんだな。笑い事じゃないぞ。
間もなく B 隊が爆発を起こす。それが合図だ。その混乱の隙に俺たちが潜入する。ああ、俺は砦中心部に爆弾を仕掛ける。お前は正面から突入して、で好きに暴れろ。任せろ、そういうのは得意だ。まだかよ B 隊。その剣使ってるところ見たことないぞ。まじない専用なんてもったいなくないか。使うと汚れる、欠ける、すり減る。そっちの方がもったいない。マジで言ってんの。ああ、俺は貧乏症なんだ。笑うところか。作戦開始。通すわけにはいかない。敵は一人だ。全軍で迎え撃つぞ。アクティベイティングコンバットモード。ファーストへの道はそれほど甘くないぞ。必要なのは強さだけじゃないんだ。んなこと分かってる。でも俺はファーストになりたいんだよ。いいかザックス、ファーストになりたいなら夢と誇りを忘れてはいけない。そして俺の夢は英雄になること。分かった、ならば応援してやる。よし、楽勝だぜ。簡単すぎてあくびが出るぜ。気を抜くな。ウータイ軍には対ソルジャー用の大型モンスターが存在するらしい。砦のどこかにいるはずだ。そいつを倒せば俺ファーストになれるのか。仕事の成果次第だな。お前の役目は陽動だ。派手に暴れてウータイ兵を引きつけろ。そうすればラザード統括の評価も上がるはずだ。そんなの楽勝だぜ、任せろ。
Activating combat mode. Ha! Conflict resolved. Osha! ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。そしゃ。コンフリクトリゾルブ。してもここで食い止めろ。全員構え、撃て。ここで終わりだ。もうじき援軍が来る。逃げられんぞ。お、声がするぞ。このタンブリン砦、ソルジャーごときに落とされるような要塞ではない。敵はどこから現れるかわからん。くれぐれも気を抜くな。ソルジャーは確かに強い。だが故郷を守るためならどんなに強敵であろうとも立ち向かわねばならん。
たとえこの命が散ろうとも、ウータイの辞書に撤退という文字はないの。撤退だ。形勢不利なら撤退もまた立派な戦略。ザックス、いいぞ。おかげで砦の中の敵は半減した。そのまま中心部まで進んでいいぞ。了解だ。そのまま先に進め。敵が半減したとはいえ、くれぐれも慎重に。ここが砦の中央部。より修行は苦手。二つふるさとうたい守るため。三つ醜い神羅のソルジャー成敗してくれよ。なんだお前。うたい最強の戦士。こっから先は私が行かせないよ。子供、こんなところにいたら危ないぞ。さっさと家へ帰れ。
帰るのはそっちだ。これ以上進むって言うならこの私を倒しなさい。まいったな、ガキと戦えって言われても。シュシュシュ、どうだ、参ったか。シュシュシュ、うおー、行って、やられた。どうだ、これが私の実力。ウータイの平和は私が守る。やれやれ、元気のいい子だな。さあ、仕事仕事。お前らが対ソルジャー用とかいうモンスターだな。アクティベイティングコンバットモード。ソルジャークラスセカンドザックス、向かうところ敵なし。上出来だ、急いで離脱しろ。あと5分で爆発するぞ。了解。ラザード統括、見てるか。急げ俺。急いでるんだって。また一つ貸しだ。目が泳いでいたぞ。そう。それよりその件欠けちゃったりしたんじゃないの？
剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。サンキュー。すまない、待たせてしまったね。現場は不慣れなもので。わざわざ来なくてもいいだろうに。長い戦争を終結に導く作戦だ。ぜひこの目で見ておきたかった。ソルジャークラスセカンドザックス。はっ。タンブリン砦攻略任務ご苦労だったね。君の働きはしっかり見ていたよ。はっきり言って君の評価だが、さすがアンジールだ。君のサポートがなければ任務は失敗していただろう。いや、君がいてくれてよかった、よかったよ。さあ急ごう、セフィロスが待っている。セフィロス、あの英雄の。すげえ、英雄に会えるのか。Activating combat mode. そう、安全な場所へ。セフィロスに連絡を。ザックスで十分。さあ行け。統括、ついてきて。ラザード統括、ご無事で何よりです。ザックス、私はもう大丈夫だ。アンジールの応援を。分かってるって。大兵じゃないよな。召喚獣、誰が呼んだんだ。アクティベイティングコンバットモード。Activating combat mode.Come on!
け置き。本気を出せ。これならどうだ。こら、activating combat mode.
すげえ。ジェネシス脱走したソルジャークラスファースト同じ顔。ジェネシスコピーか。コピー？人間のコピー？アンジールはどこだ？ここで戦ってたはずなんだけど。あいつも言ったか。ああ、今のどういう意味だよ。アンジールも裏切り者になった、そういう意味だ。ありえない。俺アンジールのことはよく知ってるんだ。そんなことする男じゃない。アンジールは俺を裏切ったりはしない。アンジールのやつ、どんだけサボれば気が済むんだ。あれからもう一月だぞ。セフィロスもセフィロスだよ。ジェネシスとアンジールを一緒にするなんて、ジェネシスって言ったらセカンドやサード連れて消えちまったやつだぞ。コピー使って俺たちを襲ってきたんだぞ。アンジールがそんなこと許すはずない。ソルジャーの誇り誰よりも大事にしてんだから。まったく何がどうなってんだ。アンジール早く戻ってこい。ソルジャークラスセカンド、ザックス。そうだけど、あんた誰？ラザード統括がお呼びだ。ブリーフィングルームへ行ってくれ。おい、ちょっと誰だよ。アンジールから何か？実家にも連絡はないそうだ。じゃあ何の用？新しい任務だ。今もって行方不明のソルジャークラスファースト、ジェネシスの故郷へ行ってほしい。はい。彼の両親からジェネシスとは接触していないという報告を受けているが、信用できない。なんで？親子だからな。念のためスタッフも派遣しておいたが、連絡が取れなくなった。何が起こっているのか調査してもらいたい。彼が同行する。タックスのツォンだ。これなんか暗い任務？準備ができたら声をかけてくれ。お、ちょっと失礼。もしもし。ああ、俺カンセルだけど、メール読んだか？まだ、後で読んどくよ。今ブリーフィングルームでミーティング中なんだ。そっか。なあ、それ終わったらちょっといいか？なんだよ、時間ないから少しだけだぞ。うん、それでいい。じゃあブリーフィングルームの前にいるわ。オース、ザックス。任務の前は、なんというか。で、これから1階まで降りて。よし、8番街だ。
じゃあここからは。え、マジ？さ、俺なりの気遣いは。お前任務の前で時間がないだろ。もし会社に戻りたいなら。じゃあな、ザックス。